皆さんこんにちは。今回は、とある漫画に取り上げられた不気味な家について紹介します。フィクションだと思ったのですが、実際に見つけたという視聴者さんがいたのです。清野徹氏が書いた、清野徹のデス散歩、という漫画があります。この漫画内で、歪んだ家、という物件が紹介されており、まずはこの物件について説明します。2014年頃、お茶の水にやってきた清野氏ですが画材を購入した後、大通りにある喫茶店で休憩していたそうです。すると、窓から奇妙な家が見えました。建物と建物の隙間に、非常に古い民家が見えたのです。かなり珍しいということで、その家に行こうと狭い路地を通っていきますが、立ち入り禁止となっていました。しかし、別の隙間からこの家に続く道があり立ち入り禁止の看板もないため、進んでみると例の家にたどり着きます。やはり非常に古い民家なのですが、奇妙なことに、最新型のモニター付きインターホンや複数の防犯カメラ、そしてセコムのステッカーまで付けられており、強烈なセンサーライトに照らされたので、急いでその場を去ったようです。その後、裏からその家をもう一度確認してみると割れたガラス越しに見える室内は荒れ果てており家は全体的に激しく傾いていたと言います。明らかに人が住んでいないような家が、なぜか建物の隙間に立っているのですが、最後には家の中に奇妙な人影を目撃したそうです。ここまで崩壊が進んでいるにもかかわらず、最新型の防犯システム、そして中に人がいる気配があるという、奇妙な物件で、全体的に傾いている見た目から、歪んだ家、と呼ばれているらしいです。この話、あくまでフィクションなのかなと思ったのですが、この漫画を見て同じ建物を発見したという視聴者さんがいました。視聴者さんによれば、当時通っていた予備校の近く、お茶の水の駅前、ある店の隙間にあるとのことで、隣にあるビル名も教えていただきました。Google マップから確認できるのですが、確かに隙間から古い一軒家のようなものが見えるんですよね。この場所にはレストランが建っていますし、清野氏はこの店から見ていたのかもしれません。清野氏が見たものと同一かはわかりませんが確かに証言と酷似した建物です。で、この一軒家は確かに異様で、ビルに囲まれており、たどり着くには建物の細い隙間を歩かなければなりません。そして後ろは木々が生い茂っており、建物の存在を確認するのは非常に難しいです。誰も立ち入らないであろうこの建物に、厳重なセキュリティがあるというのも奇妙な話ではありますね。噂が本当であれば、かなり崩壊が進んでいる一軒家があるらしいのですが、今回はこの、歪んだ家、の情報がないか調べていきます。さて、まずはこの建物について実際に見てきました。詳しくは実写チャンネルに後ほどアップしますが結論だけ言うと、建物の全体像は確認できませんでした。というのも、行ける範囲で建物への道を確認すると、たどり着くための通路はすべて閉鎖されており、立ち入り禁止、の看板があります。そして、裏は普通の道になっているので通りすがりに建物の後ろ部分を確認できるのですが、窓にはすべて木の板が打ち付けられていました。この状況を見るに、誰も住んでいないのではないのかと思うのですが、漫画の話が本当であれば、2014年頃には人の出入りがあったのではないかと思われます。このような状況でしたので、厳重なセキュリティがあるのかどうかはわからないのですが、確かに外部からの干渉を拒んでいるような感じはあります。謎なのは、もう誰も住めないような建物がなぜか残り続け、何者かによって厳重に管理されているという点です。何か理由があるのでしょうか？この土地の登記簿があったのでまずはそれを見ていきましょう。この土地の記録が始まるのは昭和38年で3人の人物が共有している土地でした。H という人物、そして L というおそらく中国か韓国の方で、夫婦2人だと思われます。この所有権がかなり複雑で、一部所有権が移転されていたり、相続などの理由でそれぞれの持ち分がかなり細かくなっています。
例えば、平成にはおそらく親族に相続され、持ち分が24分の3と表記されていたりと、全体で誰がどの程度この土地を所持しているのか、この登記簿から把握できないですね。かなりわかりづらい状況ですが、大部分は先ほど説明した3人、そしてその子孫が所有していると思われます。で、最古の持ち主だった3人のうち L 夫婦の名前を調べると、いくつか情報が見つかります。まず、すぐ近くの場所でアイスクリーム屋を経営していたようで、アイスクリーム年間1961年度の資料のリストに載っています。さらに、裁判記録も見つかりました。これまた複雑な話なのですが、ある一軒家の売買に関する話です。ざっくり説明すると、L 氏が知り合いに一軒家を売り、その知り合いはある企業に対して、その一軒家を担保に、大仏弁済をする、という話になっていたようですが、その時に知り合いが一軒家の購入代金の支払いが滞っていたりなどの事情で、売買契約の解除の申し出が L 氏から出ていたり、所有権が誰なのかというのが一つの争点になっていました。その一軒家が、今回の建物と同一なのかは不明ですが、裁判が起きていたのが昭和37年あたりで、歪んだ家の所有権が L 氏のものだと記録されたのが翌年の昭和38年なので、もしかすると関係があるのかもしれません。関係があるとすると、この頃からこの土地に建っている一軒家は所有権が複雑なものであったことがわかります。いずれにしても、登記簿上の情報だけでもかなり複雑なので、もしかすると歪んだ家は誰も動かせないのかもしれません。都会の一等地ですから、もしかするとこの場所を狙ってくる人物が過去におり、それからセキュリティが厳重になった可能性はあると思います。ですので、おそらく所有権が複雑でこのままにせざるを得ない状況になっており、家の崩壊が進んだ結果がこれではないかと推測します。おそらく昭和30年代あたりから存在する古い家ですが、2014年時点で人の出入りがあるという話もあり、謎が多い家ではありますね。登記簿上では、最終的には一人の人物が大部分を所有することになっていますので、現在管理されているのはその方かもしれません。あらかじめ断っておきますが、家の場所自体はアクセスしやすい場所なので、通りすがりに見る分には良いと思いますが、立ち入り禁止の場所から侵入するというようなことはやめておいた方が良いと思います。というわけで、とりあえずこの建物を調べた結果を紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか？漫画では少し不気味な感じで紹介されておりましたが、古い家が長年放置されているのは、所有権の問題ではないかと思いますが、はっきりとした理由は不明です。